はるみさん、こんにちは。かんでしたよ。今日はですね、前回のタワレすごい白熱したね、ルカミラーの映像がありますので、それを見ながらですね、対決ルカ同士の戦い方のコツについて説明していきたいなと思います。で、まぁ、対決ルカを使う上でですね、結構ギア厳選っていうのは大事で、ギアをちゃんとしたものにしていないとですね、オンザレンショットを打てなかったりするので、それで得点力で結構ね、差が生まれて負けてしまうっていう可能性があったりするので、まぁ、オンザレン今まで打てたことがないよっていう方であったりとか、クレーコードでは打てるんやけど、灼熱では打てないよっていう方はですね、前にね、それについて話した動画がありますので、ぜひねそちらを見てからですね試合に行っていただけたらなと思います。ということで今から説明していきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思うんですけども、まあコートは灼熱コートで、相手のレートは2639ということで普通に強いですね。ほんでまあこの肩書きを見ていただいたら分かる通りですね、ナンバーもついてるんで今までイラン化になったこともあるっていう強い人になっております。でまあまずね、対決ルカを使う上でですね、結構気にすべきことがあって、まあ一応ねどのキャラ相手にも気にすべきではあるんですけども、まあ対決ルカって初めから急速アップついてるじゃないですか、ちゃんとスタミナ消費ガット靴を貼っていたら。だから結構球が速いわけですよ。で、球の速さってね、フォアとかバックによって結構依存してくる形になってますので、まあ、極力ですね、相手のバック側を狙っていただくっていうのが、まあ、めちゃめちゃ大事となっております。マジでこれね、相手のフォア側に打ってしまうと、なんか、初っ端からすごいえげつないボレーで決められてしまうパターンもあったりするので、マジで、ルカミラーは特に、このね、バック側を狙うっていうのを意識していただけたらなと思います。で、かつね、対決ルカっていうのはですね、左利きっていう感じになっておりますので、基本的にはね、相手のバック側っていうのは、もうこっちから見て右の方に打つっていうことになってますね。ぜひねそちらを狙っていただけたらなと思うんですけど、俺これ勘違いしてめっちゃ右に打ってない、気のせいちょっとわからんねんけど、とりあえずまあ皆さんはね、相手が前に来てる時は特にですね、自分が攻めてる時はどっちでもいいかなと思うんですけど、まあまあ基本的にバック狙うのが基本ではあるんですけども、まあ一応ね攻められてる時だけでもですね、相手のバック側を狙ってあげることによって、まあ相手の攻撃力っていうのはね結構下がるかなと思うんでね、もうほんまに球速ってだいぶ違うかなと思いますので、まあぜひともねバックを選んでいただけたらなと思います。であとね、対決ルカっていうのはね、打球数に応じてどんどんスタミナ消費量っていうのがカットされていくわけなんですよ。なので初手から使っていくっていうのも結構大事やったりしますね。まあ別に他のキャラ初手でもいいんですけど、そうなってくると、まあ、対決ルカミラーになった場合にね、相手の方が先にオンザラインショットを打てて得点力が上がっていくっていう感じになっているので、まあ、相手が対決ルカ追って、ほんでまあこれミラーになりそうやなっていう場合であれば、初めからもうミラーに挑んじゃってください。まあラケット落としを持ってるね、まあキャラを使うのであれば初めから1点取っていけるんで、まあそれは別にいいかなと思うんですけども、まあ特別な事情がない限りはね、まあ初手は対決ルカで行ってもらっていいんじゃないですかね。さっきも言った通り急速アップもついてるんで、普通に得点力も高いので、まあぜひともそのようにしていただけたらなと思います。でまあオンザラインショット打ったかな、俺ちょっともう忘れたんやけど、まあ打つときはですね、ロブフリックでオンザラインショット打ってください。今俺が言うてるね、バックとかフォアとか分かれへんかったりとか、あとまあロブフリックとかそういう言葉が分からないっていう方はですね、前にね白猫テニスの基礎知識を紹介してるっていう動画がありますので、ぜひねそちらを見ていただけたらなと思います。そこでまあ全て解説してますわ。でまあ今アウトしたから失点してしまったんやけど、相手の SS 取れましたよね。でまあ結構ね、ルカミラーって運な部分があって、やっぱオンザラインショットって取る難しいんですよ。ただまあヘリオブライトの、まあヘリオブライトも出してるじゃないですか、お互い。でまあ光っていたら結構速度が上がってくるんで、それ取るのはほんまに至難の技やったりはするんですけども、まあ基本的に光ってない時以外は割と取れたりするわけなんですよ。なのでまあ SSI で飛んできそうやなっていう時はね、もう積極的にロブレンしちゃってください。ロブをまあいっぱい打ってあげることによってね、まあ相手の SS 飛んでくる距離っていうのが、結構取れるって感じになるので、ちょっと右行ったら後でもう出ダッシュで右行ったらね追いついたりとか、まあ最悪飛びついてでもね取れたら、もう全然ねそこからの戦況っていうのは変わってくるかなと思いますので、まあぜひともね SS 飛んできそうやなと思ったら、まあロブっていうのを打っていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、どうやってね、相手の SS の飛んでくるタイミングを把握していくかっていうと、まあ、同じキャラ同士の戦いっていう感じになってるんで、まあ、溜まる速度は同じなわけですよ。で、まあ、同じキャラ同士で、だいたい13打球、14打球ぐらい溜まるんですけど、対決ルカってね。なので、まあ、それを分かっていくのと、あとは、まあ、打球判定と、あとは、まあ、ラケットの厳選によって SS の溜まる速度が変わってくるっていう感じになるんですね。まず、まあ、スロットスキルに関してなんですけど、まあ、俺の場合やったら2ポイント以降 SS 増加量プラス 20% をつけているんですけど、
まあ、ほとんどの相手は多分なんですけど、まあ、相手のスロットスキルはね、3ポイントのまで製造火力プラス 25% をつけてる場合が結構多かったりするわけなんですよ。なので3ポイント取るまでは自分よりも SS 溜まる速度はすごい速くて、3ポイント取ってしまうとガクってね、相手の SS の飛んでくる頻度っていうのが下がってくるわけなんですよ。なのでまあ初めにラリーするじゃないですか。その時に相手の SS がね、結構早飛んできたなっていう場合であればですね、あの3ポイント取るまで製造火力プラス 25% のスロットスキルを持ったラケットをね、あの対決ルカで持たしてる場合っていうのが結構多いかなと思いますので、まあぜひともね、そこは注意して、だから自分が SS ゲージね、例えば 75% ぐらいまで溜まってるとしましょうよ。まあそんぐらいまで溜まっとったら相手はもう 100% ぐらい溜まってるみたいな、そういう感じの仮定をしていただきますと、SS の飛んでくるタイミングの把握っていうのは しやすいかなと思いますので、まあぜひともね、あのそれを参考にしていただけたらなと思います。でまああと打球判定によっても SS の溜まる速度は変わるんですけど、まあ基本的にまあ普通にグッドとかジャストとか打ってたらまあ大体同じぐらいになると思うんで、まあ、そこはそんな気にしなくていいですから。なのでまあ基本的には相手の SS の飛んでくるタイミングをまあちょっと測りつつで、まあ危ない時はロブレーンをして、でオンザライン SS が飛んできたら速攻であの左右に走っていくと、で相手がヘリオブライトを持たしている場合は、まあ、基本的に運任せみたいな感じになるんで、自分の経験則上、まあ、結構心理的な考え方もした方が勝っていけるかなと思うんですけども、まあ、ヘリオで相手 SS 飛んでくんなって時はもう右か左どっちかでバー走ってください。走ったら2分の1の確率で絶対取れますから、はい。でまあこれで間違ったとしてもまあしゃーないと思ってね、次自分の番になるわけですから、自分もヘリオオンザ打てるって形になるんで、もうそこはまあ結構運任せなとこもあったりするんですけど、まあ、相手がずっと右打ってるから、まあ、次左来るであろうなとか、この人は右にしか打たへんわっていう人もいたりするんで、まあ、そういう癖みたいなのを見抜いてあげると、まあ、結構ね勝ちやすくなるかなと思いますので、ぜひねあのその辺は頑張っていただけたらなと思います。はい。でまあ自分のその今の考えを相手にも応用すると、自分が使うのにも応用すると、まあ結構よくて、だからまあ例えば SS は絶対初めの方は右にしか打たないみたいなんで、右にしか打たないようにして、で相手がもうこの人は右にしか打たない人なんだって思わせるんですよ。ほんであえて決め時やなって時に左に打ってあげると、相手は右に走って失点してくれるっていうねパターンを作り出すこともできるんで、まあぜひともねそういうなんか駆け引きみたいなのを楽しみながら、まあ、していただけると結構いいんじゃないかなと思います。でまああとね、この陣にかかったあと空振る人も結構いたりすると思うんですけど、まあ空振らない方法としましては、ちょっと一回かかった時に説明しますね。ちょっといつかかるかちょっとあんま覚えていないんですけれども、アウトしたね。でまあやり方としては、かかって球パーン跳ねるじゃないですか。その跳ねた一番下というか、その真下に折ってラケットをタイミングよく振ったとしても、空振る場合っていうのは結構多発したりするわけなんですよ。なので俺的なもう長年の経験則上、こうしたらね絶対空振らなくなるっていう方法があって、一回後ろに下がってから前に行きながらラケットを振るみたいな、そういうのをしてあげるとですね、空振りはマジでね 1% にも満たない感じになりまして、たまになんかミスる時あったりするんですけど、あれは多分ね俺の指がちょっとしけってるとか多分そんなんやと思うんで、マジでこの方法に間違いはないかなと思うんで、まあ、今までね毎回なんか空振って悲しい思いしていた方はですね、ぜひとも一回下がってから前に行きながらラケットを振るっていうのをしていただけたらなと思います。全然ね陣にかかってないんで、今すごい説明しにくいって感じになってるんですけど、まあその映像になったらこれって言うわ。もしなってなかったら、まあ映像ね見返したら絶対一回はねそういう場面に出くわすかなと思いますので、ぜひね巻き戻して見ていただけたらなと思います。まあそんぐらいですかね、気にすることはね。言うてね、バック相手のバック側を狙って自分は基本的にフォア側で打つことによって、まあ得点力を上げて、でまあ相手の SS の飛んでくるタイミングを把握しながら、飛んできそうであればロブレーンをすると、でまあ相手がヘリオでね、ヘリオブライトが光っている場合であればえげつないオンザレーンが飛んでくるんで、まあ飛んできそうやなっていうタイミングにですね、右か左にダッシュして、まあ、2分の1の確率を狙いに行くっていうのと、まあ心理的なねなんかことをやるとっていうのと、まあギアの厳選も結構大事やったりするっていう話ですね。マジで今の相手やったらね、灼熱コートでオンザレーンショット打ててないんですよ。もう3回打ったら普通オンザレーンショット打てるんですけど、まあ相手はね3回打ったのにもかかわらずですね、オンザレーンショット打てないっていう形になってるので、マジでギアの厳選でね勝率ってのはだいぶ変わってくるんで、もうそれに関してぜひともね、ギア厳選について話した動画を見てですね、買っていただけたらなという感じになっております。ということで、これもうすぐね試合終わるかなと思うんでね、まあ、この辺で皆さんとおさらばしたいなと思います。ということで、まあ、僕毎日2本ずつ投稿しててね、1ヶ月に1回ぐらいはねためになる動画絶対出るかなと思いますので、ぜひねチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいなという感じになっております。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。